D 大同工業プレゼンツ阪神タイガース DID アワード。この企画は阪神タイガースシルバーパートナー DID 大同工業がお送りします。甲子園を最も沸かせたプレーを掛布雅之さんと視聴者の皆さんの投票によって決める阪神タイガース DID アワード、今回はまたもこの方です。大山雄介選手です。よろしくお願いします。もう早3度目になりました、はい、いかがでしょうか。嬉しいです、はい、さて今回はですね、8月30日の広島戦での決勝ホームランが見事選ばれました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。こちらを進呈させていただこうと思います。ボードになります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。受賞ボードです。続きまして受賞のトロフィーです。大山選手、3度目ですけれども重さいかがでしょう。まあ、いつも通りですね。前回2個目をですね受賞された時にこの重みを使って筋トレをなんて話を聞いたんですけれども、いかがですか。冗談に決まってるじゃないですか。もう慣れたもんですかね。今年から始まったやつなので、はい、慣れたとかないですけど、はい、まあ、でも選んでいただいて嬉しいですね。一発狙いというよりもしっかりまずは自分のスイングですよ、ね、やっぱりそこで長打を狙う気持ちはもちろんあるんですけど、でもそこを意識しすぎると力んであんまり良くない結果になる可能性もあるので、まずはそこ狙い球であったり自分のスイングというところを一番意識していきました、ね、ですけどこのいいところだけをちょっと切られてるんであれですけど、その前にやっぱりチャンスで2度凡退してますし、青柳さんが先発して本当にいいピッチも伝えてくれたところだったので、まあ、正直この場面よりも前の凡退の方が僕は印象は強いので、その借りを返せたかなっていう一打かなと思っています。ベンチに戻られた後青柳投手に言葉をかけている様子が見られたんですけど、はい、でもすいませんっていうのは謝りました、はい、やっぱりその前でやっぱり決めないといけない場面たくさんあったので、逆にもうナイスバッティングっていう感じの迎えてもらったので、まあ、救われたなというか、はい、まあ、勝ててよかったなと思ってます。今月も選んでいただいてありがとうございます。残り1試合なので、しっかり全員で頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。